長山古墳は、大阪府堺市堺区東長山園に所在する、前方公園墳。モズ古墳群を構成する古墳の一つで、世界文化遺産モズ、古市古墳群古代日本の墳墓群マイナスの構成資産の一部として登録されている。宮内庁により、第16代、任徳天皇の御浅木の、モズ、耳原中良の倍長に事情されているほか、集合は、 堺市指定史跡に指定されている。大仙両古墳の北西約50メートルにあり、前方部を南に向けた前方公園墳である。墳球の規模は、長さ100メートル、公園部計63メートル、公園部高さ10.3メートル、前方部幅68.5メートル、前方部高さ10.3メートル。墳球西側のくびれ部分に作り出しがあり、 吹石と埴輪があり、噴球は二段に見えるが、他の古墳よりも腰高であるため三段築生の可能性もある。調査されていないため、構造の詳細は不明で、副葬品の内容や性格もわかっていないが、五世紀前半の築造と考えられる。周囲には堀があり、首レブの東側には堀をまたぐ渡り土手があるが、 築造当時から存在するものかどうかは不明である。1928年に前方部生誕の包み城から円筒埴庭が出土したとされる。2012年に管理用作の設置工事の事前調査が行われ、東側の堀の範囲を確認し、集合の方は近世以降に改変を受けたことが判明。また、東側の集合の堆積層の下層に、 長山古墳の遺構が良好に残されている可能性があることが確認されている。前方後円墳の墳端を呼び集合が良好に残され、隣接する大仙陵古墳により先に築かれた可能性が高いと考えられている。大仙陵古墳の倍長として、宮内庁により管理されているが、形態や規模が大きいことから独立の古墳であると考えられている。江戸時代には、 長山塚、長山と呼ばれ、また大日都市や、日本穂高の墓とする伝承もある。集合の南側に接して、大阪府道2号大阪中央環状線が、集合の一部をまたぐように通る。古墳の規模は次の通り。2019年7月6日に、世界文化遺産モズ、古市古墳群古代日本の墳墓群マイナスを、構成する、モズ古墳群の構成資産の一部として、 登録されている。ありがとうございます。